私の名前は前野大賀です。大阪出身です。1ヶ月間滞在しました。入学時の成績はレベル4だったんですけど、卒業時にはレベル5まで上げることができました。私はトラベルフォームという、制度を使って1泊2日でボホールという島に行きました。たくさんの友達を誘って12人ぐらいで バスで行きました。とても綺麗な海で僕はおすすめです。僕が一番 CIA に魅力を感じたところはセルフスタディールームという自習室があって、とても勉強に集中できる環境でした。あとデイリーテストというテストが月曜日から木曜日まで毎朝あるので、とても刺激的でした。まず授業はマンツーマンが5つあって、グループクラスが3つ、セルフスタディクラスが2つありました。マンツーマンクラスは先生がとてもゆっくり話してくれるし、分かりやすい単語で言ってくれたり、何度も聞くことができるのでとても良かったです。あとグループクラスは、周りのみんながとても面白くて、とても授業に打ち込みやすかったです。あとはセルフスタディはとても集中できて、自由な感じでとても良かったです。僕はスピーキング力をとても上げたいと思っていたので、友達をたくさん作ることを頑張りました。日本では簡単に日本語で友達作ることができるんですけど、海外では英語で自分から話しかける必要があるので、とても難しかったです。僕は基本的な文法知識や基本的な単語をしっかりと覚えてから来るべきだと思います。また僕は1ヶ月しか滞在できなかったので、3ヶ月ぐらい滞在すると英語力が飛躍的に伸びるのではないかと考えています。お金を払ってくれたお母さんと、応援してくれたおじいちゃんやおばあちゃん、その人たちに感謝しています。はじめは初めての海外だったので、とても緊張したり不安だったんですけど、セブ島に着いてからジャパニーズのマネージャーが迎えに来てくれて、 CIA に着いてからもしっかりと案内してくれました。またご飯は一般的にフィリピンのご飯は美味しくないって言ってたんですけど、僕は全然そんなことなくて、とても CIA のご飯は美味しかったです。 CIA ファイティンファイティン。